はい、皆さんこんにちは、こよです。今回はデッサンのこするについて話していきたいと思います。まあ、皆さんね、よく鉛筆が上手い人とかのこう作業動画とか見ると、結構ティッシュでこすったりとか綿棒でこすったりとか結構あると思うんですけれども、どこをこすればいいのか、あと、こするとどのような効果が生まれるのか、その2つについて話していこうかなというふうに思います。実際ぶっちゃけ言うと、こすらなくてもデッサンって書けるんですよね、実際ね。なので、こするデッサンとこすらないデッサンを比較しつつ話していけたらいいなっていうふうに思います。ではね、実際にこするデッサン、こすらないデッサンをね、書いていきましょう。ではいきます。はい、では、完成しました。こっちが、こすらずに書いた手で、こっちがこすって書いた手なんですけれども、どうですかね、なんか見て感じることあるでしょうか。僕は久々にねこすらずに書いてみたんですけど、わりかしこう影をどうマットにするかっていうのが結構大変で、これでもかなり3インチとか4インチとかで結構カチカチカチってこう潰して描いたんだけど、まだね少しサイドが残ってるような感じになっちゃったかなっていう感じがしますね。こっちはもうバチッとこすっちゃえば一気にマットになるんで、それでチキチキ描いていけば、すごいね質感が出てきやすかったなっていう感じがします。こすりすぎるのも良くないんだけれども、だからといってこすらなすぎるのも良くないので、それはもう全てバランスかなっていうところですね。で、一応ね、これを見た、このなんだろうな、実際に書いてみたのは、見て、目で実感してほしくてね、こういう風に書き比べてみました。基本的に擦るところは影だったりとか、こう引いてほしいところ、擦ることによってこう白黒で粒子のレベルで見た時に、こう白黒で見えてたところを擦ることによって、その紙のボコボコのその中にもね黒鉛を入れることによって、全体がマットな黒にこうしていく作業なんですよ、擦るっていうことは。なので、こうバチバチしてない分、こうなんだろうな、引いて見えるというか落ち着いた調子で見えるので、こう奥に見えたりとか影面、こうあんまり見えてほしくないような場所にこう擦ってあげられると、よりね影と光がこうバチッとこう差ができて、すごい見やすいデッサンになるっていう、からくりなんですよ。結局影をこう片鉛筆でどんどん描いて潰していけば、結局擦ったのと一緒な感じになるんですけど、手っ取り早くね、時間もないですし、早く描きたい方は特にね、こすって影面をこすったりして、こう早くこう光と影の見え方をパチッとさせて描くっていうやり方も、一つのやり方であるので、ぜひね、こするってのはこういうことなんだってのを抑えてもらえればいいかなって感じです。一番大事なのは、そのこすったそのテクってよりも、影どんだけ観察してるか、どれだけこう自然なものに近づいてるかってことが一番大事なので、こするこすらないの技術にこう惑わされることはないようにしてもらえるといいかなって感じです。今日は擦るとこすらないでどういう違いが出るのか、で、擦るところは、どういうところを擦ればいいのかっていう動画になります。はい、ではですね、良かったなって思う方は、チャンネル登録高評価等よろしくお願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。